金属製の名刺入れ名刺入れとは、名前の通り名刺を複数枚携帯するための入れ物である。類似名として、名刺ケースとも呼ばれている。最近では、カードケースという名称で販売、紹介されていることもあるが、本来、カードケースとは、クレジットカードやポイントカード、会員券などをしまうケースとして、使うためジャバラになっているものや、個別のポケットがいくつも入っているものを言う。 英語では通常、ビジネスカードケースと表記される。カードケースだけでは意味合いが異なる。材質は布、アルミ、鉄、ステンレス、革、合皮、またそれぞれの材質の複合利用など多岐にわたる。また、色も黒、灰色、茶、白など様々な色が用いられる。蓋ができるようになっているものが一般的である。材質などにより細部は異なるが、 スムーズに名刺を出し入れできるように過度なギミック等を排した簡素な作りになることが多い。大きさは一般的に名刺サイズより一回り大きい程度の外観を持つがサイズに規定はなく得意な形をしたものも存在する。ビジネスの場において名刺交換の際に利用される場合と名刺を保管する場合に使用されるケースがある。一般的に名刺交換の際は名刺入れより 自分の名刺を出し、相手と交換、最終的に相手の名刺を入れる。これは、事故の名刺が折れ曲がったり汚れることを防ぎ、同時に相手の名刺を保管するために利用される。名刺を保管する場合、交換用と異なり保存枚数が多いタイプの名刺入れが用いられることもあり、運用方法は個人により異なる。戦術のカードケースに保管される場合、デジタル化される場合もあり、 一概に名刺入れに保管されるわけではない。また、日本では名刺入れを相手からいただいた名刺のお盆と見立て、うやうやしく置く習慣がある。日本の観光庁では1990年代後半から入札に関わる情報漏洩を防ぐため、関連部署の入り口などに名刺入れを置き、営業担当者が無断で事務室内に立ち入らない措置を取るようになった。 大型などの特殊サイズや CD や IC チップ入りの特殊素材の名刺が配布されることもあり、そういったものを収納する対応は遅れている。入札、契約業務の執行状況国土交通省、東北地方整備局ホームページ2012年1月7日、閲覧。ありがとうございます。